スペースシャトルスペースシャトルのミッション一覧 STS-73 を終えて着陸したアメリカのスペースシャトルコロンビア号スペースシャトルのミッション一覧は2009年現在までのアメリカのスペースシャトル有人宇宙飛行ミッション一覧であるアメリカのスペースシャトルの公式名称はスペーストランスポーテーションシステムであるしたがってミッションコードはこの頭文字を取った STS に投資番号を付けて付与される。当初は STS-9 などの打ち上げ準備を示す連番を打ち上げミッションに与えた。この一連のミッションは STS-33 から25個のミッションと8個のキャンセルが行われた。すべてのコードは STS-41B から STS-51L まで採用されたが連番のシステムは NASA の内部文書処理の事務的業務の中で使用され、ミッション名は、連番で ST、STS-9 から STS-33 まで割り当てられた。1988年の STS-26R と共に、NASA がシャトルの飛行を再開して、以降は、番号の後の曖昧な記号は省略された。それは ST、STS-33R 以降も続いた。 チャレンジャー号爆発事故以降、連番システムのみが使用されていたミッションコードはミッションの数従った番号付与方式に改めることが開始され、すべて初期の付与システムと異なるようになった。付与番号の問題は初期のスケジュールに基づいているため、ミッション打ち上げ計画を反映しない可能性がある。この文書は2つのコード付与システムの中間の案が適用されることを示している。 そして、STS-51 の飛行は、STS-51A から非常に長い年月が経過した後だった。スペースシャトルの救出ミッションを想定されていた ST、STS-300 番台において、スペースシャトル打ち上げが必要とされたミッション名は、STS-114 と STS-121 に改められ、この任務では、地球機関が不可能となった。 宇宙空間にあるシャトルを救出するために行われた。STS-121 以降の救出飛行は STS-115 で、もし必要ならば、ミッション名は STS-301 になっていただろう。STS-115 以後、救出ミッション名は再び変更された。それらは現在、救出ミッションが必要となる場合に交換可能である定期ミッションに基づいている。 例えば、STS-116 の後に予定されていた通常ミッションは STS-117 だったので救出ミッション名は STS-317 になった。STS-117 で救出ミッションが必要になれば救出ミッション名は STS-300 番台を適用して STS-317 になるだろう。 注釈出展参考文献1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 7 5 9 8 0 1 9 8 5五9 90, 9 0 1 9 9 5 2九十五二0 0 5 2 0 1 2 2 0 1 5詳細はスペースシャトルのミッション年表を参照英語ありがとうございます